ワンツーはの入り方は刻みともほとんど一緒。刻みはここでパーンって引いたよな。それを片足になってるやん一瞬。そのまま片足のままポンポンって2発入っていけるように。その時に一緒、これも一緒、浮かない、ここでポンって入っていけるように、片足のまま、片足の時にもう一発ついていく。だから一発ついた時にここの間をできるだけなくすってならない。この1と2の間をなくしていく。なくしていく。いいかな。ポンポンってなくしていく。で、なくしていって前に上体、片足やから上体乗るんだけど、引きでしっかりここで戻ってこれるように。それをそのまま潰れていかない。ついたら戻ってこれるように。だからさっきはついた右手で、まあ、逆体の人は左手やけど、逆の手で相手を押さえたよな。だから今度は後ろの手終わりやから、前の手でポーンと押して帰ってこれるように。いいかな。相手を押すってことは重心がずれるやんか。重心がずれると攻撃行くのにまた戻してから声かけてこなあかんやろ。それを触れないとすぐ声かけてこられるやん。それをなくすために押しておく。押すんもこうじゃないよ。もう入った敵際にポーンと押す。刻みの場合もワンツーの場合もいいかな。それと押す、相手が離れて自分も離れるってことは触らへん時より距離ってどうなん？広がるな。広がるってことは相手の声が届かないってことやろ。だからしっかりここで相手を押して重心もずらして距離もしっかり取れるように、この距離がしっかり取れるように。分かった？はい。だからワンツーもポーンってここで引けるように、押してから離れられるように。いいかな。はい。でこうね、意識こうね。分かった？それをってならない、ポーンって持っていけるように。その方が絶対速いから。分かった？はい。で2発持っていくと間を抜かれへんねん。だいたいワンツーの間抜かれる人って返してな、ここでもらうわけやんか。でもそれを一発目受けられたとしても二発目持ってきとけばこっちの方が早いから、いいかな。はい。で、あとは腰が抜けないこと、腰が抜けないこと、しっかり足元と足元からポーンと持っていって引けるように。また、やってみようか。エッチ。ほら、着いた後歩いて帰ってこない。刻みの時言ったやろ。着いた後そのままのステップで戻っていく。はい、2。みんなワンツーの入り方で最終点。刻みで入っていくように入って右手を持っていくって言ったやんか。最初な、刻みの入り方と一緒って言ったやん。やのにワンツーなった途端に、ちょっともうちょい離れて、ワンツーなった途端に、わかる？こう2発目の方が強い。もう1発目捨ててるやんか。じゃなくて1発目この刻みをしっかり捉えに行く、捉えに行ってポン、2発目を持っていく。わかる？それがみんな違いわかる？
全然スピードが違うやろ。一発目をしっかり持っていくからスピードが乗んねん。ポン、一発目をしっかりポーンと持っていくからスピードが乗る。それをみんな2発かなあかんからって言って、2発目に意識しすぎ。違い分かるか。だからもっと刻み、こうやってんやん、刻み。この入りを意識して、この一発目のこのポーン、ここをもっと意識して、それに2発目をポーンって持ってくる。分かった。はい。じゃないとスピード乗らないよ。いいか。だからそこはもうちょっと意識して。